として世界中を旅した経験を持ち、現在は Google Japan に勤務していらっしゃる外国人男性の方が Facebook に投稿した The Best of Japan という映像からです。早速ですが、以下が映像内のキャプションの日本語訳になります。日本が素晴らしい国である理由は数えきれないくらいある。だけど僕が特に気に入っている部分を要約すると、他人に対する気遣いということになるんだ。日本で暮らす人たちは常に他人への気遣いを忘れない。例えばエスカレーターでは急ぐ人のために片側を開けている。他の国では注意書きがあっても片側に寄ろうとしないよね。日本では自分以外の人たちの生活をより快適なものにするために、全ての人が自動的に正しい行動をとるんだ。それはあらゆる面で変わることがないんだよ。みんな静かにしているから、電車の車内では眠ることだってできる。誰もゴミのポイ捨てをしないから、清潔な道を気分よく歩けるし、笑顔でお辞儀をしてくれる店員さんたちと接することで、まるで王族にでもなったかのような気分にもなれるよ。敬意が根付いた文化が、信じられないほど安全な雰囲気を生み出してるんだ。混雑しているカフェで、携帯電話やノートパソコンを置いたまま席を離れても、自分の持ち物が誰かに盗まれてしまうようなことはない。自転車を街中に止めていても持って行かれることもない。簡単に盗めてしまう状況でも、日本ではそれが起きることはないんだ。キーがついたままのスクーターを路上で見かけることだってあるだろうね。他人に気遣いができる人たちが暮らす社会を育んでいければ、そこで暮らすすべての人の人生が今よりもっと素敵なものになる。そういった考え方は世界中の人たちが日本から学べることだと思うんだ。以上になります。映像はわずか4日ほどで再生数が500万回を突破し、現在も伸び続けています。寄せられていたコメントの一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。私が今まで旅した国の中で、日本は一番清潔な国の一つ。それに、人の礼儀正しさもトップクラスだったよ。イギリス。実際に日本に行ったことがない人にとっては嘘みたいな話だろうね。でもね、これは 100% 事実なんだ。アメリカ。同意だ。俺は2年間佐世保基地に配属されてたんだ。今度アメリカに帰ることになったんだけど、今は母国であるはずの国に配属されるような気分だよ。日本は、国も、文化も、人もアメージングだった。ここでの生活が大好きなんだ。寂しくなるなぁ。アメリカ。私も、2005年に日本に駐留してたの。いつしか、日本と日本人のことが大好きになってた。アメリカ。日本はカナダに似てた。安全で綺麗なんだよ。あの国が大好きだ。俺が言えるのはそれだけ。フィリピン。俺はアパートの駐車場でスクーターを盗まれた。犯人はドライバーを使って盗んで行ったらしい。結局駅の近くで警察が見つけてくれたんだ。確かに日本はかなり治安の良い国だよ。それでもバイクに鍵をつけっぱなしにするのは無謀だ。オーストラリア。日本は単一民族の国だからこそ繁栄してるんじゃないかな。彼らは自分の国をいさかいばかり起こる人種のるつぼにしようとはしてない。俺たちもそろそろ目を覚まそう。アメリカ。うん、わかる。私もこれまでたくさんの国を旅してきたけど、尊敬の念を持つまでになったのは日本だけだった。国民は誠実で清潔感があって、平和で規律があった。国籍不明。去年息子が東京に行った時に財布を落としたんだけど、誰にも盗まれることなく、落とした場所にそのままあったんだって。その話を聞いたら、私も日本が大好きになったよ。アメリカ。実際のところ、自転車とビニール傘の盗難は結構多いよ。なぜか、自転車は翌日ぐらいには戻ってくるけど。でも、日本の清潔さと治安の良さは大好き。しかも、
女の私でも夜中に酔っ払った状態で歩いて家に帰れるし、そういう部分もすごいなって思う。カナダ。日本で財布を落としたとき、次の日に日本人の男の子が届けに来てくれた。お金もクレジットカードもそのままだった。日本で体験したことは絶対に忘れられない。ペルー。確かに映像で言われてる通りだったわ。俺からすると完璧な国と言ってもいいくらい。とにかくアメリカとは大違いだった。でも、もしアメリカで暮らした経験がなかったとしたら、人生の厳しさみたいなものは学べなかったかもな。アメリカ人が必ず味わうような精神的に強くなる経験に、日本の人たちが直面する機会はあるんだろうか。アメリカ、概ね正しい。だけど、日本人の振る舞いは天性のものじゃないぞ。礼儀正しく振る舞うように教育されてるんだ。イギリス、6ヶ月暮らしてたけど、日本での暮らしが辛くて仕方がなかった。ほんと感じ方って人それぞれだね。アメリカ、日本に住んでる人にとっては真実じゃないね。旅行客の立場としての印象なら理解できる部分もある。大抵の場合良い思いができる国だ。だけど、留学や仕事のために実際に住んでみると、日本に対する印象はガラッと変わるよ。日本在住。アメリカ人も日本人くらい他人に対して敬意を持ってればなあ。短期で大口を叩いて権利を主張する人ばかり。アメリカ。全部本当のことだね。日本での生活が気に入ってる。みんなちゃんとルールに従うし、すごく平和だから。それに自然を愛するところも大好き。フィリピン。そうそう。日本の清潔さには本当に驚いた。電車の中にゴミが落ちてるのなんて一度も見なかったもん。ロスの公共交通機関なんて。アメリカ。東京に住んでるけど、動画の内容は本当。だけど実際に暮らしてみると、時々思うんだよね。日本を離れた時に感じる自由が恋しいって。インドネシア。うんうんうなずきながら動画を見てた。また早く戻りたい。インド。12年間住んでる俺も同意できる内容だった。唯一嫌いなのは、外国人に対する差別意識かな。でも、それ以外の面は、本当に素敵な国だよ。国籍不明。私は同意できない。電車の中のあの殺伐とした雰囲気は、もう体験したくない。アメリカ。そうなんだよね。日本で暮らした10年間で嫌な体験なんてほとんどしなかった。アメリカ。去年、僕らも日本に行ってきた。喜びに満ちた、ストレスフリーなバケーションだったよ。すべての人に日本旅行を勧めたい。カナダ。投稿者さんが言ってることは本当だよ。日本で生活したことは、人生最高の経験の一つだもん、プエルトリコ。俺の場合、自転車を3回も盗まれてるからな。でも、その他の面に関しては同意するよ。イギリス。全部その通り。日本に行ったら、絶対に親日家になるよ。とにかく、何より、素敵な人ばかりなの。アメリカ。旅行客として行く分には、素晴らしい国なんだけどね。住んで働くと違う側面が見えてくる。男女格差とか。国籍不明。東京で暮らしてたけど、他の国より断然安全な国なのは確か。でも、彼が言ってるほど安全ではないのもまた確かだ。イギリス。日本人の上司と公園で一息ついて職場に戻った時に、財布をベンチに置き忘れちゃったことに気がついたの。公園を離れてから、もう30分は経ってたから、その時はもう盗まれてることを覚悟したよ。でもね、驚かないで。私の財布はまだそこにあったの。同じベンチで、高齢の男性が新聞を読んでたんだけど、財布のこと、なんて、全く気にしてなかった。アメリカ。こんな国は日本だけだ。実際に4年間暮らした経験がある俺にはわかるんだ。本当に彼が言ってる通りの国なんだよ、日本は。アメリカ。もし日本が降伏せずに、
私の国を統治してたままだったら、今頃フィリピンも日本みたいになってたのかな。フィリピン。それは誰にもわからない。だけど、少なくとも、日本に50年間統治されていた台湾は、日本と同水準の国になったよね。イギリス、台湾在住。1988年から1998年まで日本で暮らしてました。その10年間は、私の人生で最高の時間だった。誠実で、思いやりを持った人たちばかりだったから、フランス。私が、初めて日本に行ったのは2015年。文化も国民性も、全く知らずに行った。見るものすべてに恋をしちゃった結果、その後、すでに2回行ってる。向こうに行くたびに、日本と日本人に驚かされるの。日本の美しさと、日本人の心遣いに。間違いなく、これから、何度も足を運ぶことになりそう。マレーシア。日本に実際に来たことがあるおは住んでいた方のコメントが中心ですが、9割近くがほぼ、あるいは、全面的に、遠いという意見でした。1割くらいに、ほんのネガティブな面にも触れられていましたが、それでも、それ以外は良かったという内容のものが多いのが印象的でした。